ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近お昼食べながら喉自慢見てるんだけど、あの一般人のカラオケが妙に好きなんだよねー。いいよな、おじいちゃんおばあちゃんの可愛い姿も見れるし、生放送だから時々すごい回も見れるし。すごい回って、神回のこと、それとも放送事故。どっちもだが、特に生放送ということもあって放送事故がたびたび起こってるな。そうだ、今日はそんなのど自慢で起きた放送事故を6つほど紹介しようか。気になる気になる。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、生放送中に参加者が倒れてスタジオ騒然。参加者体調不良事件。トップバッターは参加者体調不良事件だぜ。放送事故を語る前にまずは少しだけ番組の紹介をするぜ。NHK のど自慢は1946年から放送が開始された、一般者参加型の生オケ番組だ。日本各地の都市を巡回し、生放送で一般参加者の歌を審査して優勝者を決めるんだぜ。一般人が歌うってのがいいのよねー。あと金で合否が決まるシステム好き。そんなかなりの長寿番組だが、生放送のため放送事故も起こりやすい。この放送事故が起きたのは2019年8月のことだった。その日はゲストで登場した歌手の鳥羽一郎が番組内で歌を披露していたんだが、その歌が終わると同時に出場していたおばあちゃんが倒れ込んでしまったんだ。おばあちゃんどうしたの？司会者が異変に気がついて駆け寄ったが、おばあちゃんは力なく前のめりにうなだれてしまったぜ。突然の出来事にステージは騒然となり、駆けつけたスタッフによっておばあちゃんは運び出されたんだ。大丈夫だったの？安心してくれ。その後病院に運び込まれたおばあちゃんは、命に別状はなく意識もはっきりしていたそうだ。ただゲストの歌の最中も座りながら口を押さえてフラフラしていたり、隣の出場者に寄りかかる姿が見て取られた。視聴者たちは、体調悪そうだけど大丈夫か、と口々に心配していたぜ。倒れる前に声かけて、何かあったら危ないから。いや、なかなか難しいと思うぜ。そもそものど自慢では出場者は自分の出番が終わった後、最後の出場者紹介まではひな壇後ろで待機するというルールがある。加えてステージは生放送で進行が進んでいっているし、どれだけ体調が悪くてもスタッフに声をかけたり立ち上がるのはかなり勇気がいることだ。確かに。ましてや大御所が歌ってる時に席を立ったりはできないよね。ああ、体調不良の原因は不明とされているが、おそらく番組に出るという緊張やステージの熱気で体調を崩してしまったんだろう。さらにステージ上は強い照明と空調のせいでかなり熱くなるんだ。それが緊張と相まって体調不良を引き起こしたんだと思うぜ。そんな中で歌って待機してって結構過酷ね。高齢であればなおさら辛かっただろうな。ともかく大事なくてよかったぜ。ちなみに今回の放送事故ではおばあちゃんの安否を心配する声の他に、司会者の対応の素早さが話題になっていたぜ。一番に駆け寄ってたんだもんね。ああ、司会者はゲストの歌が終わると即座におばあちゃんに駆け寄り、周囲のスタッフを呼び寄せていた。歌の途中から異変にいち早く気がついてたんだな。加えて救護対応しつつも司会をスムーズに行っていたため番組も滞りなく進んでいたんだ。いやプロすぎない。少しは慌てそうなものなんだが、冷静におばあちゃんを助けつつ口はしっかり司会を務め上げるなんてさすがすぎるな。あまりに華麗な立ち回りだったため、視聴者からも称賛の声が上がっていたぜ。これは MVP だよ。この回では放送事故らしいざわついた雰囲気や慌ただしさが見て取れた。もし彼の立ち回りがなければ、生放送はさらに自己感満載の重苦しい雰囲気になっていただろう。生放送はこうした予期せぬトラブルが起こりやすい。そんな中で臨機応変に動ける司会者はなかなかいないぜ。おばあちゃんも放送も司会者に助けられた回だね。2、お茶の間を凍らすチェリーボーイ宣言。チェリー事件。お次はチェリー事件を紹介するぜ。放送事故が起きたのは2018年5月の放送回で、この日参加者として出場した18歳の男性のキャラがめちゃくちゃ濃いことで話題になったんだ。男性の名前は小林右京、その日 SNS 上では彼の名前がトレンド入りを果たすほどだったぜ。爪痕残しすぎじゃない？というのも彼はのど自慢でスピッツの名曲チェリーを歌ったんだが、その前工場に放った言葉がとんでもなかったんだよ。それが、10番チェリー、まあ私がチェリーボーイなんですけど。いや何宣言しとんねん。この突然のチェリーボーイ宣言にはお茶の間もびっくりだぜ。彼は当時すでにバンドでボーカルとドラムを務めていたため歌唱力は抜群だったんだが、キャラが濃すぎて視聴者は歌声が入ってこないと大笑いしていたぜ。家族で見てたら凍りつくわ。彼のキャラの独特さはとどまるところを知らず、合格の鐘をもらった際には中指を立て帰省で喜びをあらわにしたぜ。また自身を小林メンバーと称し、当時悪い意味で有名になっていた TOKIO の山口メンバーを彷彿とさせるような自己紹介をしてみせたんだ。パリピがすぎる。
見た目はどちらかといえばインのものだが、中身が完全にパリピだな。これには司会も吹き出しながら、ノリについていけない、と語り、番組に出演していた歌詞からは、一度会ったら忘れられないインパクト、と評されていたぜ。忘れる方が難しいわ。ちなみに彼のノリはこれが通常運転だそうだ。根っからの個性派キャラである彼はチェリーボーイ宣言には触れることなく番組を去ったが、視聴者の間ではしばらくの間語られる伝説の自己宣言となっていたぜ。普通に歌うまいのにキャラにしか目がいかない。彼は現在大学生をしつつ、ソロ活動、バンド活動ともに意欲的に行っている。最近ではファーストテイクのオーディションでセミファイナリストに残ったとして注目を集めていて、オーディション動画には彼を応援するコメントが溢れていたぜ。めっちゃ愛されてる。オーディションこそ落ちてしまったが、一発撮り動画は1ヶ月で100万回再生を突破。これがレコード会社の目に留まり、チェリーボーイは、一足先にソニーミュージックから顔がいい奴は音楽をやるなという曲でデビューを果たしたぜ。曲名の癖。完全にチェリーボーイ界の代弁者であり先駆者で草。音楽では一皮も二皮も剥けたな。そんな彼の初活躍の場となったあののど自慢は、放送事故ながらも伝説の幕開けだったとして今でも有名界と言われているぜ。3. 開始直後に不気味な山彦。音声ダブリ事件。お次は音声ダブリ事件を紹介するぜ。この放送事故が起きたのは2016年6月の回で、なんと放送開始直後から音声が二重にダブって聞こえるというトラブルが発生していたんだ。想像しただけでも不快すぎる。しかも気持ち悪いトラブルでな。ステレオの左右の音声のうち右側だけが、10秒遅れていたため音声が全て小玉のように繰り返し聞こえてしまっていたんだよ。かなり大規模な音声トラブルだったようで、テレビ放送だけでなく NHK ラジオ放送でも起きていたという情報を見つけたな。視聴者は、何が何だかわからないが気持ち悪い、と驚いていたぜ。そりゃびっくりするよ。しかもなかなか改善されず、冒頭から約3分ほど奇妙な小玉現象が続いていたぜ。その後は改善されお詫びテロップと司会者の謝罪が行われたが、SNS では音声トラブルが話題に上がり続けていたぜ。小玉ってやけに不気味だから気になるよね。ちなみに原因の詳細は未だに不明のようだが、おそらく東京、渋谷にある放送センター内の機材が故障していたために起きた放送事故だとされているぜ。視聴者はもちろんだが、音声トラブル中に出番を終えた一組目の出演者も災難だった放送事故だな。ネット上でも非常にいいパフォーマンスをしていたのにかわいそうだと言われていたぜ。せっかくののど自慢なのに、音声トラブルは不運すぎる。その後も放送事故で慌ただしくなったためか出演者が歌い出しを忘れて最初からやり直したりと、小さなトラブルも多い回となってしまった。司会者はおばあちゃんが倒れた事件の時と同じ人だったんだが、さすがの彼も機材トラブルには慌てたのか次回の開催地を忘れてフリーズする場面が見られたぜ。名司会者も真っ青のトラブルだよ。ザ放送事故としてある意味記憶に残る回になってしまったな。こうした機材トラブルはスタッフにも発見されにくいのかもしれないが、生放送では取り返しのつかない事態に発展することもあるし再発はしないでほしいものだな。お昼じゃなかったらトラウマものの音声だからね。4. 一般人から人気スターに。養老の星光ちゃん事件。お次は養老の星光ちゃん事件の紹介だ。また出場者のキャラが濃い予感がするな。大正解だぜ。2006年1月放送ののど自慢で18番目に登場したのがこうちゃんこと佐竹浩二だ。シャラン級の言い訳を選曲しステージに立った彼は、普段は地元団体に勤務する一般人だぜ。だいぶ愛されてそうなお方ね。めちゃくちゃ愛されている。彼はなぜか非常に愛嬌があり、人の心を引きつけて離さない魅力があったんだ。その証拠に当日会場には彼の知り合いが応援に来ており、大きな横断幕には養老の星子ちゃん、という文字が書かれていたぜ。そこら辺のマスコットキャラより愛されてるんだが、それだけならまだ地元の温かみで終わった話だが、彼の歌声は視聴者までも一瞬でファンにしてしまったんだ。イントロが流れると彼の顔つきが一変、出だしのシャウトから始まった彼の歌は、めちゃくちゃ癖が強かった。上手くて魅了されたわけではなく、上手いとか下手の領域じゃない、癖の強すぎる歌で一瞬にして彼の世界観に飲み込まれたんだ。スタッカーとか主張しまくる歌い方、歌詞がもはや別物になった発音、その全てがお茶の間の人気を独り占めしたぜ。癖が強すぎるのよ。もう言葉で伝えるのは難しすぎるような歌声だから、気になった人はぜひ一度調べてみてほしい。一度聞いたら忘れられない歌声だぜ。ただ常人には理解できないレベルの歌声だったために金は2つしかもらえていなかったがな。ずこう。しかしその後ネット上ではこうちゃんの名がそこかしこで見られ、みんな、一体このおじさんは何者なんだ。面白すぎる。と口々に語り合った。ここからまさかのこうちゃん伝説が始まっていくぜ。まさかの、
あまりにネット上で人気を博したため、ゴーちゃんは様々なテレビ番組に引っ張りだこになったんだ。そこでたびたび歌声を披露し、さらに噂は広がってとうとうシャラン級メンバーの目の前で歌を披露するまでに至った。いや大出世すぎる。全国各地で行われるライブやイベントへのオファーも殺到し、瞬く間に一般人から超有名人へと変貌していったぜ。そして彼のシンデレラストーリーはさらに続いていく。なんとデビューを求める声が多く寄せられたことで、2008年に言い訳養老の星光ちゃんバージョンが着歌配信され晴れて歌手デビューを果たしたんだ。駆け上がり方がえげつない。ただのカラオケ好きのサラリーマンだった彼は、一躍人気の歌手となった。しかもこの着歌はレコ直演歌、歌謡曲部門で人気プロの歌手たちを抑えて、堂々の1位獲得という快挙も成し遂げたんだ。1位、日本国民魅了されてるじゃないの。その後はシャラン級の20周年ベストアルバムの応援隊長として PR 活動も任されていたしな。たった一度出場したのど自慢で、彼は日本を震撼させ人生を180度変えてしまったんだ。これはまさに愛される才能よ。ただ、彼はこの活動を最後に芸能界から姿を消してるんだ。もともとは、サラリーマンだからおそらくそちらの仕事に戻ったんだろう。芸能界という華やかで夢のある世界に迎え入れられてもなお、長年勤めているであろう本職に戻れるなんて、もっと好きになっちゃうぜこうちゃん。完全にファンになっとる。2019年には一度テレビ番組に出て当時のことを振り返っていたが、それ以外では本当に表舞台に出てきていないぜ。癖が強くて面白い、しかも真面目だなんて、そりゃ愛されるな。そんな彼の伝説ののど自慢は、歌の独特さゆえに放送事故とも呼ばれているが今でも愛されているぜ。ここにも若干一名愛してる人がいるみたいだしね。5. JC が禁止ワードをポロリ。放送禁止ワード事件。お次は放送禁止ワード事件を紹介するぜ。それ動画にして大丈夫？バンされない？大丈夫、あくまで NHK では禁止とされていたワードってだけだぜ。さてこの放送事故が起きたのは2016年8月放送の回だ。10番目に登場した女子中学生は、藤原さくらの500マイルを熱唱した後で司会者にインタビューを受けたぜ。ハラハラする。夏休みということもあってか、司会者が女子中学生にどこに行きたいかといった趣旨の質問をしたんだ。すると女子中学生は、新幹線に乗って東京ディズニーランドに行きたい、とコメントしたぜ。あれ？別に普通だね。アウトだ。なんでぃ？この回答に司会者は少し気まずそうに、NHK では、アミューズメントパークって言うんだ、と漏らし、スタジオから笑いが起きる中で、ちょっと覚えておいてくれると嬉しいな、と付け加えたぜ。ディズニーは発せないだと。実は NHK は公共放送という性質上、特定の企業や商品名を挙げてはいけないというルールがあるんだ。ディズニーはがっつり特定の施設だからたしなめられたんだぜ。中学生にはわからんて。まあおそらくこれはパフォーマンスの一種だろうな。キャラも発生しない一般人の受け答えにそこまで目くじらは立てないだろうし、仮にそこまで厳しいならリハーサルで何か言われているだろう。なんだ、激おこかと思ってびっくりしたよ。会場も笑っていたしコントみたいなもんだぜ。ただ本当に NHK の放送禁止ワードではあるため、ノリのいい視聴者に放送事故だとしてからかわれていたんだ。このやりとり自体はのど自慢恒例のネタみたいなものだぜ。よかったー。逆に素でアミューズメントパークに行きたいって答える女子いたら嫌だよな。なんか腹立ちそうだ。うん、それはなんか嫌だわ。6、音声トラブルを乗り切った神対応。ももクロ音声トラブル事件。最後はももクロ音声トラブル事件を紹介するぜ。のど自慢では有名歌手がゲストとして登場することも多く、2014年4月放送の回では人気アイドルグループの桃色クローバー Z が登場したぜ。みんな可愛い。この回では泣いてもいいんだよという楽曲の初お披露目をしたんだ。会場はモノノフと呼ばれるももクロファンで溢れ、客席がタオルの色で非常にカラフルになっているとネット上で話題になっていた。人気アイドルだもん、そうなるよね。しかしそんな中で放送事故は起きてしまう。なんと司会者の振りの後、新曲を歌い出そうという時に肝心のイントロが流れずおよそ8秒もの間無音が続いたんだ。大事故ですけど、メンバーがあれ、となり出した頃にようやく音が入り、そのままパフォーマンスは続けられたぜ。しかしこれで事故は終わりではなかった。それぞれが立ち位置につきダンスと歌が始まったんだが、なぜかイントロとメンバーの歌や振り付けが合わないんだ。まずい。当時の放送の様子を説明していくが、メンバーを一人ずつ説明すると長くなってしまうため、今回はイメージカラーで呼ばせてもらうことにするぜ。オッケー。まず黄色の子が出だしを歌い出したんだが、これがどうも合わない。黄色の子も異変に気がついたのか苦笑いをしつつ耳元のイヤーモニターを触っていたぜ。次に歌う予定の緑の子も異変に気がつき、マイクを外して周囲を伺っていた。
音響ミスだと気づいたのかペロッと舌を出していたぜ。明らかに何かが起きている。続いて歌う予定の紫の子もズレに気がつき歌うのをやめた。このままではグダグダで終わってしまうと心配したその時、なんとピンクの子が原曲ぴったりのタイミングで歌を入れてうまく修正してくれたんだぜ。いやすごいね。そこからはイントロとも噛み合い、無事に赤の子も歌に入れてパフォーマンスを続けることができたぜ。今回の事故に関する正確な原因については明らかになっていないが、おそらくはイントロが音量ゼロで入っていたんだろうな。そのせいで1小節分イントロがずれ、歌と振り付けも合わなかったんだろう。それに気づいて対応できたメンバーすごいよ。ももクロはもともと普通のアイドルがライブをしないような場所でもライブを行ったりしていたため、場数も多く経験値もかなり高いグループなんだ。この曲を提供した中島みゆきすらも、自分でも歌えないくらい不思議なイントロだった、と評するような事故の中、ここまで冷静に放送を止めることなく修正しきったのはプロとしか言いようがないぜ。かっこいいんだけど、ファンになっちゃうって。特にこののど自慢は生放送だし、1秒単位で進行が決められているような状況の番組だ。突然起きた事故に瞬時に気が突き止めることなく立て直したのは最高の対応、褒めたたえきれないほどの対応力だぜ。おかげで無事に放送終われるよ。ああ、番組内で完全に NHK 側のミスということで謝罪をしつつ無事に放送は終了したぜ。ちなみにももクロは過去にも途中でイントロが消えてしまうトラブルに見舞われつつも、アカペラで歌い切るような神対応を見せていた。生歌ライブの経験値を見せつけられるな。とにかくももクロがかっこいい放送事故だわ。NHK は気をつけてよね。こうした放送事故は起こらないに越したことはないからな。彼女たちが場を収められる能力を持っていたからなんとかなったが、グダグダで終わってしまっていたらと思うとゾッとするぜ。そんなの気まずくて見てられないから。というわけで今回はのど自慢で起きた放送事故を6つほど紹介したぜ。本当にハラハラする事故からネタ枠までいろいろあって面白かった。ハラハラ系は本当に起きたらまずいものだからな。いくら生放送とはいえそう頻発はしないが、長いことやってる番組だとちらほら見られるぜ。私の見る回で放送事故起きてほしい？あのハラハラ感をリアルタイムで味わいたい？みんなが大変な思いをするから変なことを願わないでやってくれ。そんなわけで今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。